皆さんこんにちは、ジェントル山本です。お元気にしていましたでしょうか。今日の動画ではタンギングのポイントについてお話をしたいと思います。皆さんはタンギングをするとき何か気をつけていることはありますでしょうか。タンギングというのはサックスの中でもとても重要な奏法になってきますので、ぜひしっかり押さえていただきたいと思います。タンギングというのは、リードに、ここにリードがついていますが、このリードに実際に舌が触れることによって音が出たり、止まったりするということになります。この時にポイントとなることを今日はお話をしたいと思います。そのポイントというのは、当たり前のことなんですけれども、こちらです。ブレスを安定させるということですね。実際にタンギングをすることと少しかけ離れているように、感じると思いますが、いい例と悪い例を吹いてみますので、お聞きください。まずは悪い例からです。ちょっと極端に演奏したんですけれども、次はいい例を演奏しますのでお聞きください。次はメロディーを吹いてみますね。ブレス、息を吐くときにロングトーンを吐くのと同じようにまっすぐ安定させて吹くっていうのが、まず一番大事なことになります。そしてですね、このリードの振動を、舌が触れるときにあまりベターっとたくさんの面積を触れてしまうと、こうリードに対してバターっとこう触れてしまうと、例えば何か言葉をしゃべるときにダー、ドー、ダーディドゥデドというような、濁点のような、ニュアンスの音になってしまいますね。まずはですね、リードに触れる面積を極力少なくしましょう。それともう一つ、タンギングをする時のポイントとしてですね、こうリードに舌がついている時に今度は弾くと思うんですけども、弾く時の動作をなるべく素早く行ってください。タンギングというとどちらかというと、リードに舌をつけるときに、皆さん意識をしがちだと思うんですけれども、どちらかというと舌をスッと引いた瞬間にリードが振動を始めるわけですね。ですから、音がもともと触れていたものを息をずっと吐き続けてスッとこうリードを離してあげることによって音の立ち上がりはポンとこう、美しく、立ち上がりのいい音が出せるようになりますので、タンギングはとても奥が深いテクニックですので、まだまだ、気をつけなければならないこと、もっと美しく吹くためのポイントというのはありますので、そちらはまた他の動画で、解説したいと思います。まだまだ説明しきれてない部分もありますが、もし何か、疑問に思ったことがございましたら、下のコメントより、メールなり、コメントなりをお願いいたします。それから、また、たびたびですがチャンネル登録よろしかったらお願いいたします。それから、こちらですね、こんなテーマのサックスのテクニックを解説してほしいなど、取り上げてほしいテーマがありましたら、メール、コメントしていただけると、嬉しいですので、ぜひぜひお願いいたします。それでは本日も動画をご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。